て投げやすい。え、硬くてかな。ちょっと柔らかくてかな。あ、軽くてかな。オリガのツリーガン。ありがとうございます。竿はね、お父さんにもらったんですよ、私。竿は買ってなくて。一番高いの、1位が、バンキッシュ。バンキッシュ竿、どれくらいだったかな。バンキッシュの竿は高かったと思います。じゃあ竿じゃない、あのスピニングのあのリールです。リールです。間違えた。リール。それぐらいしたと思います。バンキッシュ、バンキッシュ、あ、バンキッシュはこれだったかな。そうなんですよね、これなんか写ってないかな、写真に。バンキッシュ高かったと思います。バンキッシュのリール買った時高いなって思ったけど買っちゃったんで5万ぐらいしたかな。やった記憶ですね。でも2位が SLXDC。 多分 DC のリールが一番私は高いと思ってます。黒じゃないな、あれ何色って言ったらいいんだろう。グレーって言ったらいいんですかね。あ、やと思います。グレーの、私ちゃんと名前は分かってないんですけど。リールいくらぐらいやったかな。え、あのリールいくらやったかな。え、ちょっと待ってくださいね。うわ、やばい、私。あれ、なんて調べたら出てくるんやろ。ちょっと待ってくださいね。あ、青入ってます。あ、そうや、私名前分かってないんで。まだまだちょっと勉強中です。多分でも値段それぐらいやった気がします。でもそれ、それ以上いくのちょっとまだ難しいなと思って、高いのちょっとまだ下手くそなんで。あの方がいいですか、やっぱり。あー、でもそれはそうですよね。でも、あ、確かに。3位がカットテールです。あ、まだね、それだけしか買えてなくて。そう、沈みましたか。そう、なんかカットテールとかめっちゃ安いのになっちゃうんですけど。え、します、ほんまにしてます。あ、もっと安かったんですか。あ、そうやったんや。今高いです、カットテール。あ、そうやったんや。クランクとかも、クランクどれやの。私クランクの名前勝手にジョニーさんってつけてるんですけど。ちょっと。そう、クランクの名前をジョニーさんってつけてて、もう釣れた瞬間なんかもうジョニーさんありがとうみたいな感じでいつも言ってるんですけど。クランクめちゃめちゃ多いです、本当に。そう、あれでもなんか変わるんですよね、あの釣りねしてると。そう、他の人から、多分市内とから見たら全部一緒じゃんみたいな感じやと思うんですけど。あ、っていうのもありますね。お父さんのおかげで。あ、そうですね、全然違いますね。なんかスピニングのはなんか柔らかくて投げやすい。え、硬くてかな。え、柔らかくてかな。あ、軽くてかな。軽くて投げやすいなって竿が。そしたら、素材でちょっとランキングっぽいやつもらってもいいですか、一旦。3位カット
テルみたいな。リール系とか、リールじゃないわ、ルアー系とかってことですよね、多分ね。今まで釣りで買ったものの高いものから順番に発表していくみたいなイメージ。高いものないやろ。クランクとか高いかな。バンキッシュ。あ、そうですね。サイン。そうです。で、サイン。お家でカットテールに持っていけばいいよね。そうです。確かに。え、じゃあ3位がカットテール、2位が2位が SLXDC、 2位が SLXDC、 1位がバンキッシュ、バンキッシュ、はい、じゃあもらっといていいですか。1位がバンキッシュで、2位が SLXDC で、3位がカットテールです。ありがとうございます。